ブリストル F2 ファイターオーストラリア空軍の F2 バイトブリストル F2 ファイターは、ブリストル飛行機会社が製作し、第一次世界大戦で、イギリス陸軍航空隊が使用した、服用、複座の戦闘機、偵察機。単に、ブリストルファイターという通称で呼ばれることが多い。また、愛称として、ブリスフィット、ビフなどとも呼ばれる。本機は複座であるにもかかわらず、 ン座のブリストルスカウト戦闘機に匹敵する運動性を備えていた。その偉人は散々な結果に終わったが、性能に見合った戦法を取ることで名誉を挽回し、5000機を超える生産が行われた。そしてその堅固な設計により、1930年代まで現役に留まった。また、余剰となった機体は民間航空で広く用いられた。 クリストルファイターの設計の基礎的な部分は、1916年3月に、フランク・バーンウェルが行った、当時の RAFE-8 や、アームストロング・ホイット・アース FK-8 と、同規模の航空機についての研究に基づいている。タイプ9は160馬力のビアードモアエンジンを、同じく、タイプ9はイスパノスイザの150馬力エンジンを、装備するものだったが、 実機製作が行われる前に、ロールスロイスファルコンアイを装備する要設計変更が行われた。このタイプ12は、よりコンパクトなデザインとなっており、当初から複座の戦闘機として設計されていた。このタイプに至って、ようやく実機の製作が行われ、F2A は1916年9月9日に初飛行した。本機は、 当時のイギリス複座戦闘機の標準的な武装である前方向けのビッカース製プロペラ道長 7.7mm、機銃1丁と後方の観測員石の旋回リングに装着された 7.7mm、旋回式ルイス機銃1丁を備えていた。F2A の生産は52機で終了し、その後の生産はブリストルファイターの決定版であるタイプ14に達した。F2 バイトは、 F2A より時速 16km 以上速く、また1万フィートに達するまでの時間も3分以上、早かった。後席のルイス基準にはしばしば2丁目が追加された。この時期、すべてのタイプのロールスロイス航空エンジンが不足しており、ロールスロイスファルコンも例外ではなかった。ブリーストルファイターをイギリスの標準の複雑戦闘機とする計画は、 このファルコンエンジンが足りないという単純な障害によって停滞した。しかし代わりとなる十分に強力で信頼できるエンジンを乱す努力は失敗に返した。タイプ15は200馬力のサンビームアラブエンジンを装備していた。このエンジンは慢性的な振動の問題を抱えており、長期間にわたる調整にもかかわらずアラブブリストルは成功しなかった。 アラブエンジン装備のブリストル機は戦争の末期になってようやく前線に登場したが大部分のイギリス偵察部隊は戦争の終わりまで旧式の RE8 と FK8 で乗り切らなければならなかった。タイプ16は200馬力のイスパノスイザエンジンを装備していた。これはアラブよりはよく動いたがファルコンほどには有用でなくおまけにこのエンジンは SE5R 戦闘機やソッピースドルフィン戦闘機のために必要とされていた。300馬力のイスパの水ザエンジンを装備したタイプ17も提案されたが、対戦中はほとんど製作されなかった。その他、F2 バイトには200馬力の RAF4D エンジンや、180馬力のウォルズリーバイパー、230馬力のアームストロングシドレープーマなどの装備も検討された。 その他、星型エンジンないし、ロータリーエンジン装備のタイプ22も何種類か提案された。200馬力のサルムソン製型エンジン、300馬力の ABC ドラゴンフライ製型エンジン、230馬力のベントレー b r にロータリーエンジンなどである。アメリカ合衆国でブリストルファイターを生産するという試みもなされたが、エンジンにリバティエルマイナス -12 を選択するという、 誤った、決定のためにうまくいかなかった。全般的に言って、ブリストル機へのエンジン選択の誤りは、それが非常に重く、大きかったためであった。アメリカのブリストルファイターにより適するリバティ8や300馬力のイスパノスイザへのエンジン換装の試みも行われたが、技術的のみならず、政治的な問題まで引き起こしてしまい、ブリストルファイターはアメリカではついに実用化されなかった。 F2 バイトの戦後の発達はタイプ14から始まった。これは複操重装置付きの複雑服容器で砂漠用の装備や熱帯用冷却システムを備えており、1919年12月に初飛行し435機が製作された。発展型であるタイプ96とタイプ 96A は、 構造が強化されており、1926年から1927年にかけて50機が製作された。ごく初期の空中戦においては、飛行機搭乗員は敵戦闘機の脅威に対抗するため、観測員の旋回基準によって十字砲火を形成するように教えられていた。これは当時の標準的な戦法で、鈍重なタイプの飛行機にはそれでよかったが、 ブリストル機の場合には適切でなく、ウイジンで手ひどい目に遭う結果となった。F2A のウイジンは1917年4月、イギリス軍がアラスの戦いを始めた時の西部戦線であった。ビクトリア十字勲章受章者である、ウィリアムリーフロビンソンが指揮する第48、飛行中隊の6機の F2A は、最初のパトロール任務において、マンフレード・フォン、リヒト・ホーフェンの指揮する、 ジャスタ11の5機のアルバトロス D3 戦闘機に遭遇し、6機の F2A のうち4機が撃墜され、1機が大破する損害を被った。そして指揮官のロビンソンも捕虜になってしまった。その後、より柔軟で積極的な戦術が採用され、新しいブリストル機は空中戦において最初の遭遇戦の結果が示すような無力な存在ではないことがすぐに証明された。 実際、ブリストルファイターは、速度や運動性において、短座戦闘機にも勝るとも劣らないものを備えていた。パイロットはもっぱら前方に向けて固定された機銃を使用し、観測員の旋回機銃は、おまけの、斧のとげとして機能した。このような戦法を取ることによって、ブリストルファイターは、ドイツの短座戦闘機すべてにとって、脅威となった。 1917年9月と10月に F2 バイト2600機の発注が行われた。第一次世界大戦終結時、イギリス空軍は1583機の実動の F2 バイトを保有していた。全部で5329機が生産されたうち、大部分はブリストルで作られたが、中にはスタンダードモータースやアームストロングホイットワース、さらには キュナード機船会社によっても作られた。戦後、F2 バイトは大英帝国の特に中東、インド、中国方面において陸軍との共同作戦や軽爆撃の任務で用いられた。また、F2 バイトはベルギー、カナダ、アイルランド、ギリシャ、メキシコ、ノルウェー、ペルー、スペイン、スウェーデンの各空軍やニュージーランド常備空軍、 オーストラリア空軍でも使用された。F2 バイトがイギリス空軍で現役から退いたのは1932年になってからであり、最後の部隊はインド駐在の第20飛行中隊だった。そしてニュージーランドではさらに3年の間現役に留まった。余剰となった F2 バイトは民間用に改装された。エンジンをファルコンからアームストロングシドレープーマに換装し、 コックピットをキャノピーで覆ったタイプはブリストルツアラーと呼ばれ時速 206km の最高速度を記録した。ブリストル MR1 はしばしば全金属製の F2 バイトと言われる。ただし実際のところ、それは胴体を上下の翼の間に置くという特徴を共有する他は全く新しい設計と言えた。2機が試作され1917年10月23日に 初飛行したが、量産はされなかった。2007年現在、飛行可能なブリストルファイターは3機存在する。シャトル・ワース・コレクションには、1機の飛行可能な F2 バイトファイターがあり、毎年夏に飛行展示を行っている。2機目は、カナダ航空博物館が所有する DE-7889 で、他に、ニュージーランドの映画監督、ピーター・ジャクソンが、 d-8040 を保有している。これは、おまか航空自績センターから取得したもので、同センターはもう一つのオリジナルの胴体を保管している。展示のみされているオリジナルの機体としては、ヘンドンのイギリス空軍博物館、ラックスフォード帝国戦争博物館、スペインマドリードの航空博物館、テキサス州、オールド・キングズベリーのバフ、そして、 ベルギーのブリュッセル航空博物館に存在する。ありがとうございます。